リアースの、ストーリーテリーを作っていくときに、GPS のログをどうやって取り込むのかってことをちょっとやってみせます。で、ちょっと画面共有します。今、リアースの画面が出てるんですけど、リアースログインして、まあ、自分の作業用のプロジェクトですね。これを編集モードで、この地球儀のアイコン、ペンがついてるアイコンをクリックして、編集作業に移動しますと。で、今すでにどうなってるのかというと、ウィジェットとしては、ストーリーテリングウィジェットを追加している状態です。あと、レイヤーではいくつかのレイヤー、まあ、ほぼほぼマーカーですね、を置いてますけども、一部、例えば、山菜ツアーのデータ、レイヤー、山菜ツアー、レイヤー。レイヤーにズームっていいな、ズームした。わかんない。まあいいや、はいはい。関西ツアー、ダブルクリックすると名前変わっちゃう。ズームして。今、山菜ツアーの時の、GPS のログがこんな感じですよと。まあ、林道沿いにちょっと歩いた軌跡が黄色い線で表現されています。で、これもともとストラバの、GPS のログですね。これをインポートしたものです。ストラバ、今回は、まあ、これと同じことをもう一個追加しようということで、山上ツアーですね。山上様にお参り行った時の GPS のログがストラバに記録されているので、それをストラバの GPX ファイルでのダウンロードですね。これをクリックすると、GPX データがダウンロードされてきます。で、このまま直接はどうも、今のリアースでは読み込めない GPX のファイルを対応してなさそうなので、一旦 GeoJSON.io に放り込んでGeoJSON.io を開いて、まあ、ここに GPX ファイルをドラッグンドロップですね。そうすると、まあ、こんな形で、まあ、自動的に GeoJSON.io が、GPX データを読んで、GeoJSON 形式に変化してくれています。はい、まあ、なので、もうそのまま、これを GeoJSON で保存します。セーブメニューから GeoJSON。それで、これで GeoJSON ファイルが1個できました。わかりやすく、map.geojson の山上。今、map.yamagami2024.geojson というファイルに、そして、一旦 GeoJSON から、GeoJSON.io からセーブ、保存して、ここにファイルが置いてありますと。で、これをリアースで取り込む。で、リアースでデータを取り込むときに、なんかいろいろこう迷いやすいんですけど、すごくわかりにくいのが、マーカーを置いたときに何やったかというと、マーカーのアイコンをドラッグ&ドロップして、上に並んでるアイコンをこうドラッグ&ドロップして、地図の中に、地図ビューアーの中にこう放り込んで離すと、そこにピンが立つっていう形です。で、同じように、ファイル、外部の GIS データ、GeoJSON とかを読み込む場合には、このファイルアイコンをドラッグして、地図の上に重ねる。これが分かりにくかった。なんかいつもこれ忘れちゃって。なので、クリックしても何も起きなくて、これをちゃんとドラッグアドロップして、ここには貼るよっていうので離す。で、そうすると、右側にファイのレイヤーのところにファイルという設定が出てきて、で、ファイル URL って書いてるところが今2設定になってるんですけど、これをこうクリックして、この右側のアイコンをクリックして、ファイルアップロードっていうボタンがあります。で、ここで、
このファイルアップロードボタンを押して、さっき GeoJSON に変換したファイルですね。マップ山上 2024.geojson。これを、開くと。すると、これで GeoJSON ファイルとして、読み込んで、アセットとして登録されてきます。で、サムネイルが、まあ、グレーなんで、アイコンと名前ぐらいしかわかんないんですけど、マップ山上というアセット。これをクリックすると、青い枠で選択、アクティブな状態になってます。この選択されているアセットを、右下の選択ボタンで確定させると。これで、GeoJSON のデータが読み込まれて、今度南側に、山上ツアーで歩いたルートが、やってきます。で、そのままだと Z 座標を持っていて、地形データとその組み合わせで若干高さのズレ、これ座標系のズレかな。楕円対角としたら、まあ、もっと下だろうな。なので、地面に固定という、右側のレイヤーのところで地面に固定という機能をオンにすると、地表面にピッと移動します。この方が多分自然かなと思います。そうすると、こうやって、最初、ここから、リンゴ農園からずっと登って、降りてきた形ですけども、そして、尾根の山の斜面をこう平行にトラバースしていくという形で、山神様に来ましたというのは一連のルートが確認できる。まあ、こんな形でアセットとして登録して、レイヤーとしてもファイ、あの今ファイルになっているところでダブルクリックして、山上って名前にしておいて、レイヤーを分かりやすくしておくと。これで改めて、ウィジェットのストーリーテリングの、右側のストーリーとして、新規ストーリーを追加していストーリーのリストとしてプラスボタンで、これで今度山上ツアーのレイヤーを右側に追加すると。それで保存。すると、ストーリーテリングで言うと1ページ目から6ページ目まで今できていて、山上ツアーで見やすい向きはこんな感じかな。ちょっと工夫しながら、コントロール機をしながらこう、カメラの画角、ポジションを決めて、右下のカメラの見設定のところを、アイコンをクリックしてキャプチャーするんですね。今の見てる角度で、画角で、見せなさい。ということでキャプチャーを取りました。これで、うまくいったんじゃないかなと。ちょっとプレビューで見てみましょう。で、マーカーなり、レイ、まあ、マーカーも一つのレイヤーになりますけども、マーカーだったり、GeoJSON ファイルだったりっていうのを組み合わせて、ちょっと近づいてみて、こう街の駅って、アッパラヤで集合して、宣言の森に行って、で、山菜ツアーに行ったり、山上のツアーに行ったりということをしましたよ。まあ、ここにこうポップアップ、インフォボックスとかいろいろ配置しながらですね、ストーリーを、単にデータを見るだけでなくて、こう文字情報とか撮った写真の情報も組み合わせて、ね、山神様の写真、マピュアとかでも撮ったと思いますけども、ああいった写真をここにポップアップさせることで、より、ああ、こんな感じなのねっていうことが伝わるかなと思います。まあ、こんな感じで、作業をしてください。もう一度、注意点としては、GeoJSON ファイルをレイヤーとして読み込みたい場合は、これですね、上にあるファイルアイコンをドラッグ&ドロップして、この地図の画面の中に落とし込んだら、右側に出てくるファイルのアセット登録という作業が進めます。ということで、ここをちょっと気をつけて、作業してください。ということで、以上、簡単なイラストを使った GeoJSON ファイルの読み込み方。